アルブミンは一群のタンパク質に名付けられた総称で、卵白を語源とし、卵白の構成タンパク質のうちの約65%を占める主成分タンパク質に対して命名され、さらにこれとよく似た、性化学的性質を有するタンパク質の総称として採用されている。代表的なものに卵白を構成する卵アルブミン、脊椎動物の血液の結晶に含まれる。 血清アルブミン、乳汁に含まれる乳アルブミンがある。血清アルブミンは一般的に肝臓で生成される。アルブミン濃度が低下している場合は、肝疾患、ネフローゼや栄養失調が疑われる。アルブミンの三次構造血清中に多く存在する、タンパク質の一つ。分子量約6万6000。血清中には多くのタンパク質が存在するが、血清アルブミンは その約50から65%を占める肝臓で生合成される。このため、臨床検査では肝機能の指標とされ、アルブという略語で表されることが多い。健常人の基準値は約3.8から 5.3g デシリットル。アルブミン濃度が低下している場合は、肝疾患や栄養失調が疑われる。また、血清中の別の主要なタンパク質群である。 クロブリン濃度との比、アルブミン、クロブリン比も重要な肝機能の臨床検査項目である。A、G 比の基準範囲は1.2から2.0。アルブミンは必須アミノ酸には乏しく、アミノ酸補充にはアミノ酸製剤を用いるべきである。現在比とアルブミンの薬剤としては、献血由来のもののほかに、遺伝子組み換え製剤が上司されている。ありがとうございます。